とくん通信のコーナーです。今回は県内39市町村の自慢を紹介します。今日取り上げるのはこちら、上牧町です。今回はハッピーを届ける団体と、見るとハッピーな気分になれる団体を紹介します。はい、私は今上牧町に来ているんですが、皆さんご覧ください、ウェディングドレス。いやー、もうとっても綺麗で可愛いウェディングドレス、早く私にも着せてくれる王子様現れないでしょうか。ということで、すいません、はい、こんにちは。こちらは、はい、このウェディングドレスを作っている会社なんですか。いえいえ、こちらは、はい、若い方が結婚したいっていう方の仲人、また紹介、相談をさせていただいてます。マリッジサポート赤い糸の事務所になります。どうぞお入りください。ここにご成婚された方のイニシャルですが、今8組の方がご結婚されてます。8組ですか、はい、2組の方がお子さんが、あ、はい、お生まれになってます。わ、素敵ですね。どんな方がいいですか。やっぱり家族思いで、子供が好きで、まあ、よく少子高齢化が進む上牧町では、その対策として2016年度に結婚を支援する事業をスタート。結婚希望者を支援するサポーターを養成し、婚活イベントなどを企画してきました。年下はもう全然あかん感じですか。あー、なんかあんまり考えたことないですね。なんか、まあ、そういう縁もなかったですしね。秋祭りがね、竹山さんあるんで、はい、あ、そうなんですか、はい、今年の秋はまたイベントがありますので。あ、そうなんですか。この事業に関わってきたサポーターが2022年4月に立ち上げたのが NPO 法人上牧マリッジサポート赤い糸です。現在は登録サポーター16人が出会いの場を作るなど活動しています。 NPO 法人を立ち上げられた理由を教えていただけますか。はい、やっぱり町係ではなくって、もう自分たちの思いをもっと発信できないかって、それぞれ皆さんの個性のある方、もう本当にアイデアがいっぱいある方がいらっしゃってね、でそういう思いになって、じゃあ自分たちでやってみようっていうことで立ち上げたっていう次第です。活動する中でね、楽しく皆さんとお話をして、どういう方がいいのって、こういう方はどうなのっていうことでね、お付き合いが始まって、結婚が決まるというのが一番の喜びですし、子供ができたという報告をね、いただいた時は本当にみんなでね、大喜びしました。この活動を通して感じることは何かありますか。職場とかその生活の中でまだまだ出会いが少ないって感じている方がたくさんおられるように感じます。はい、ただ自分たちはやはり結婚したいっていう願望の強い方もおられるので、その方の支えがあればということで、私たちは日々活動させてもらってます。せーの、ハッピーウェディング。さあ、続いての上牧町の市町村自慢はこちらのダンス教室です。このダンス教室はどんな特徴があるんですか。はい、ミュージカル劇団なので、ミュージカルに使えそうなダンス、基礎でちゃんと舞台で踊れるようなレッスンをさせてもらってます。はい、今日は一般の方にも参加していただいて、ちょっと、まあ、ミュージカルに興味を持っていただける、こう窓口的に入るきっかけになってもらえたらなと思って。上牧町には町民を中心に結成されたミュージカル劇団、劇団ペガサスがあります。この日の稽古は劇団員に加えて一般の人にも開放し、劇団の雰囲気を体験してもらっています。ちなみに OSK 日本歌劇団出身で、男役で主演も務めたことがある御影ひとみさんが指導しています。今日参加してみていかがでしたか。はい、そうですね、すごいついていくのに必死で、はい、でもいい汗かけました。こういう皆さんでやるっていう雰囲気は好きなので、はい、ちょっとやってみたいなと思ってます。
いやでも、はい、実際に練習に参加してもらうというのはすごく面白い発想ですよね、うん、今日ね来ていただいた方も入ってもらえたらすごい嬉しいんですけれども、はい、いやもう私もやっていてすごくワクワクしましたし、はい、そうですか、良かったです。もっと上手くなりたいなってそういう気持ちになれたので、良かったです。で岩崎さんは、はい、こちらの劇団員はもう長いんですか？はい、私はもう1期生の時から入ってるんでもうかれこれ30年当時の、はい、あのパンフレットになります。ちょっと見せていただいていいですか？はい、あ、じゃあこちらの中にいてるんですね。岩崎さんいらっしゃるんですね。どこだろう。これです。あ、そっか、お名前も変わられてるんですね。はい、かわいい。神巻町主催の劇団ペガサスは1993年に結成され、ペガサスホールを中心に活動してきました。財政健全化のため2007年から2015年までホールが休館し、団員が離れる厳しい時期を乗り越えてきました。今年で結成30周年、今は稽古の体験などで団員も増えたといいます。去年は神巻町の町制50周年を祝うペガサスフェスタで豪華な舞台も披露。町のシンボルである笹百合が大好きな主人公が再出発する姿と劇団の歴史が重なり、見る人に大きな感動を与えました。この劇団としてはいかがでしょうか？はい、私は1期生からやってるんですけれども、うん、普段は脚本とか演出の方にも協力させていただいてます。で最初は、子供と一緒に入ったんですけど、ここには親子で入ってる劇団員もたくさんいてますので、はい、とても楽しい、うん、劇団になってるんで、うん、ぜひたくさんの方に来てほしいなと思ってます。まあ、この劇団ペガサスに最近というか2年前ぐらいに入らせていただいてっていう感じなんですけど、町制50周年 のミュージカルで主演を去年立たせていただいて、なんか人生がいわゆるこう変わるようなすごい濃厚な何ヶ月だったなと思っていて、自分がやってきたことで貢献というかできること自体がすごくハッピーだったなと思うし、一生忘れないと思いますね。本当に年齢関係なく地元の方とつながりができるっていうのは本当に幸せですし、町全体がハッピーになるような取り組みばかりでしたよね。の神巻マリッジサポートアカウントでは登録者とサポーターを募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。また劇団ペガサスでも団員を募集しています。希望する人は神巻町ペガサスホール事務局電話番号0745-789900までお問い合わせください。さて次回の選択通信も市町村自慢で葛城市の自慢を紹介します。選択通信でした。